マトさん。阪神昔話、今日はですね、真由美さんを、ゲストにいろんなことを喋ってもらいます。はい。よろしく頼みます。よろしくお願いします。ではまずは、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。城中呼び名、わしらの時代あったやんか、ずっと。はいはい、明日の城かいな。一応ね、僕はプロ入って1年目にアメリカ行ってるんですよ。うん、あ、そうなんですか。はい、3ヶ月ほど、野球留学って言って。うん、でその時に、真由美明信ってどっちも呼びにくいからって言って、ニックネームでジョーっていう。あ、それでかいな。はい、明日のジョーはあっちゃうのかいな。その時に、明日のジョーも流行ってましたから。そうやろな。はい。ただ柳川でしょ、うん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 、だから柳川って言ったら土壌じゃないですか。そうか、土壌のな。だからその城じゃないかなっていう人もいますけどね。ほんまかいな、はい、あれだけわしらの仲間ってみんな仲悪いようにみんな見られとったやんか、はい、あの時代、はい、だけどそんなこと何にもないもんな。いや、仲良くはないですけどでもね、僕らその加計とか岡田とかね、その平田木戸とかいる時代で、やっぱその仲良くするとかしないとかっていうんじゃなくて、カートさんがねやっぱりいたからね、やっぱね それほどその個性をねガーンと出せるっていうことはできなかったんですよ。なんであれだけ個性豊かにやっとって。いやだから個性豊かやけど、うん、あんまり出せなかったっていうのはあると思いますわ。まあ、そうそりゃだってもう こう怖くはないかもしれないけど、何か言われそうでねそんな意識なんかなかったやろ、ね、いや絶対ありましたよ。でね、うん、言われてね、やっぱり言えないのがね、母さんがその甲子園でやる時なんか行ったら、うん、大体もう12時ぐらいに出てくるじゃないですか、うん、ほいで1時ぐらいからもう練習始まるのが2時半ぐらいだったら、1時ぐらいからもう室内でガンガン打って、で一汗かいてユニフォーム着替えて、であとはまあみんなと一緒の練習に出てくるって、うん、あれをねやられてるとね、うん、やっぱりね、いや偉そうに言われてもしょうがないなと。そんなふうな意識してあった？全部あったと思いますよ。うん、それは全然ないけど、それがなかったらね、誰も言うこと聞かなかったんじゃないかなただ酒飲んで偉そうにしてる人やったら言うと聞かないですもんね。そうかな、ああわしはもう絶対そんなこと、周りはもう周りやと思って。いや、それにはできないですよ。んそれももうほとんどのもう毎日ですもんね、うん、甲子園にいるときはね。もうあれは、ああもうわしはもうあるときからもうレギュラー取れないと分かっとったから。取らなかったんでしょ。いや僕ぐらいじゃないですか、川さんにね。そうや、川さん最初はなんかダイソーで行ったってましたよね、うん、ってその次はピンチ守備っていうか守備固めで行ったらしいですねって、うんうん、その後代打でしょ、これ3拍子揃ってるんですけど1回ぐらい揃ったことなかったんですかって聞いたらないって言ってましたもんねお前だけやでほんまわしんなえ19年間切り売りして生きてきたのはおかしいやない言うて文句言うたの、ほんまは冗談やで1回ぐらい立って、その3拍子揃ってるんやからレギュラー取れたでしょって言ったら、それがなだけどあの頃結構そういう意味でいろんな選手を打ったよな。それは川田さんが代打で個性的でわがまま言いっぱなしやから、レギュラーよりも代打とか後から出てくるやつの方がわがまま言ってましたもんね長崎さんとか長尾さんとか。いやだからタイミングがいい年やったんや。本当ですよな、うん、だからほんで阪神やからまたあそこまでわ言うてくれたんや。そうですね、あんなもんよそやったらまず無理。パリーグやわしは阪急があってみ3時間ともないや。巨人やったら1時間と持たへんでわしら。いや、やんなことないですよ。いやで自分のペースにしてまうじゃないですか見てまあだけどいろんなそういうふうな私生活からでもあったけど、
大抵みんな飲みに行ったって大抵バットはみんな振っとったやろ。振ってましたね。なあ、振ってましたっていうか、うん、振らないといけないと僕は若い時から思ってました。そうやもんな、はい、ゲーム終わってホテル帰って東京なんかあのバス降りた2階のあの駐車場なんかでな、はい、必ず振ったし、よそ行ってもそれぞれに見つけて振っとったわな、はい、場所をね、うん、僕ね本当にあのプロ入って先輩で福富さんっていう人がヤクルトから、ああヤクルト左のね、うん、あの人が来て、であのお酒一緒に飲んでる時に、おいライオンズに来たらお前これ俺レギュラー取れるな、でまた何年かやれるなって言うわけですよ、うん、あそうですかって言ったら、もう 最近 の、 あのライオンズの若いやつってバットも振らんもんなって聞いて、これそういう風に見えるんやそこから来たら、うんうん、で福留さん見てたら、うん、夜中バット振ってるんですよ、うん、これ見て、いややっぱりそうなんやな、よそのプロ野球選手ってのはちゃんと夜なんかバットスイングなんかすんねんな、うん、ほんでちょこちょこその夜ビルの屋上に行ったりとかして見てると、うん、土井さん、あ土井さん、土井正広さん、うん、この人がバット振ってるんですよ、うんうん、こんな人も振んねんやと。そうか、あの頃ライオンズに行っとったんや。行った土井さんは。あれ見た時によっしゃこれはもうやっぱりやめるまでやっぱそういう気持ちだけは忘れたらあかんなと思いましたね、うんうんうん、そう言うたらやっぱりいろんな先輩のいろんな影響ってあるよな、はい、あります、うん、じゃあ西鉄でもの、はい、言葉じゃなくて姿でやったらやっぱり土井さんが一番影響を受けたの。ありましたね。あの土井さんって、うん、球場の近くに住んでたんですけど、うん、僕がちょうどあの空港の方に、うん、板付空港の方に住んでたんですよ、うん、で車で通勤するんですけど、うん、その途中に土井さんのマンションがあったんで、もう近くやから一回寄って、うん、もう道路に出て待ってるんですよ、うんうんうん、そして球場に入るじゃないですか、うん、で球場に入って試合終わって、うん、で僕も帰るんですけど、うん、帰る途中に中洲を通るんですよ僕、うんうん、中洲で降ろしてくれって言ってだから要はあの可愛がってもらうんですけど、うん、まあ、あんまりあの土井さんってあんまり酒飲まないんですよね。土井さん、はい、あ、そうなんだ。あんまり酒飲んでる印象ないんですよ。だけどその車の中とかなんとかでやっぱりこう、うん、いろいろ喋るじゃないですか、うん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 、そういうことでね親しくなってものすごく可愛がってもらったんです。ああいうな球界を代表するような選手じゃない。そうなんです。ああいう方にいろんな風にして可愛がってもらったら大きいわな。大きいですよ。あの移動中、うん、移動中でもその電車のホームでポッと立って、うんやり始めるんですよ。何を始めたのかなと思って、うんうん、ハッと見たらもうとにかくあの呼び込み、ね、テイクバックしてタイミングの取り方をこうやってやってるんですよ、うん、こんなとこでなんでやってんねやろと思って、うん、あの 酒飲んだらおっさんがあの、うん、傘さして傘持って傘こう振ってるような人いるじゃないですか、はいはいはい、まあ、傘持ってないだけでもうほとんど一緒ですよ。腰入れたりとかステップしたりとかなんか、はあ、やっぱこのずっともう一日中野球のことしか考えてないんやなこの人はとか思ってましたけどね。じゃあ長男がその時は土井さんが4番かいな。土井さんが4番です、うん、はい、じゃあ西鉄からの一番の生え抜きっていうのは誰やったの。西鉄の生え抜きってあの太田拓司。あ、拓、はい、うん、竹野内さん。あ、竹さん、はい、これであの東田さんって来たでしょ。同期やもん、はい、あの人が、うん、あのトレードで行ったんですけど、うん、そうそう、あの人も早抜けですよね、うん、はい、じゃあ東田さんとか竹さんがみんな一緒にやっとったわけだ、はい、ライオンズ自体。東田さんは1年間やりましたね。あ、そうか。ピッチャーはその頃あの東尾ですよ。あ、1年東尾さん、はい、うん、で加藤はじめさん。あ、加藤はじめな、はい、ジャイアンツ行った。で柳田さんってあのアンダースロー、うん、この人が土井さんとトレードで土井さんが後から入ってくるんですよ。それで近鉄行ったんか。そうです、柳田さんは。そうです、うん、
そういえばだんだんあの時代の顔ぶれが出てきたわ。ファームでは多分ずっと一緒にやってるでしょうからね、うん、川原さんとかね、うん、川原も同い年やわ。ああ。大分商業やろ。そう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 、うん、確かわしらの時の西鉄のダラ1やもん。あ、ですよ、川原は、はい、うん、そうそうそう。だからほんでタクは1個下やね、あれつくみやね。はい、つくみです。わしは同期で入ったタイガースのドラフト2位の選抜で優勝したキラチュー。あ、キラさん、あれピッチャーですよね、うん、はいはい、の1個下やったからですね。だからあのタクなんかともよう話した。あいつはええバッティングやもん。あの人はね、本当生え抜きって感じだったですよな。もうね、昔の昭和のほんま完璧な野球選手。そうです。野球、あの酒も好きでね、うん、歌もうまくて。わかる、あいつ見てたら、はい、うん、横田慎太郎、ますます元気です。チャンネル登録よろしくお願いします。